coming up next up. Coming up next up. 今日はね、FB01 これちょっとね、可愛くて可愛くて仕方ないんだけどこれね、前回のレビューでもご紹介いたしましたタミヤさんの新型の完全新設計のね、M シャーシっていうんでね、レビューさせていただきました。このノーマル状態でね、これだけのギミックが集まっていながらもすごくバランス取れていたっていうんでね、まあ、可愛いわけですよでね、でね、まあこれからね、なんでしょう、別にこれで今のミニのシーンでどう戦うとかそんなわけではなくてね、まあ、私はですね、まあ、このラジコのサーキットをですね、18年間ね、経営しておりまして、で私自身ですね、やっぱりこの競技という世界でね、ずっと向き合って生きてきた人間としてですね、やっぱりこの子をですね、まあ、ポテンシャルを引き出すとまでは言わないですけど、まあ、そのサーキットにおいてよりハイグリップなタイヤを履いてですね、スイスイレーシングライクに気持ちよくキュンキュンキュンとこう走る。まあなんでしょう、なんか脳が考えなくても勝手になんかもうね、手が脊髄がね、勝手にこう車をね走るようにしていきたくなるんですよね。もうなるものは仕方ないんでまあそのようにしていこうと思うんですけど、でですね、まあこの子をね、まあちょっとね、どのようにね、料理をね、していこうかなってちょっと考えたわけですけど、まあとりあえず前回ね、レビューしたその箱開けの状態で、今日はですね、リア駆動ですね、リア駆動のまんまハイグリップタイヤですね、競技用のハイグリップタイヤを履いてバランスを取りましたよって、すごい気持ちよく走りますよっていうね。で次回ですね、まあこれをですね、今度 FF にしてバランスを取ってね、それでこうスイ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 走らせる、ね、動画を、まあ走るかどうかわかんないけどまあそのように、まあそのようにまあ持っていったっていうね、まあ私のこれまでね、得たご知識とか経験を持ってですね、まあなるべく最低限でこれをスイスイ気持ちよく走るように、ね、リアクが終わったら今度それを FF にしてですね、 FF でも気持ちよく走れるように、で最後にはですね、まあより競技ライクにですね、まあオプションパーツもタイムアップにつながるなとかね、早くなるなっていうオプションはもう惜しげもなく投入して、まあ今現時点レギュラー状態ですね、特に改造を施さなくてバランスをとってどこまで気持ちよく早く走るようになるかっていうね、まあそんな形でこうね、段階を踏んでね、これ可愛くて仕方ないんで、これどっちかっていうと高橋の完全な趣味のね、超マニアックな、まあお話というかね、展開にはなっていくとは思うんですけど、まあよろしければね、ご興味ありましたらね、その高橋の MP01 の遊びにね、こう付き合っていただければなと思います。皆さんこんにちは、レディオガガの高橋です。今日もよろしくお願いいたします。そんなわけでですね、こちらの MP01 のリア駆動バージョンですね。ハイグリップタイヤ、60D タイヤですね。タミヤさんが出てる競技用の 60D タイヤを履いて、どこまで走るようになったのかね。今日はね、実走行をお見せしながら、天気大丈夫だよね。大丈夫だね。実走行をお見せしながら、こう解説していきたいなと。で、その前にですね、この子にですね、施したこと、ね。とりあえず、サーキット走行において気持ちよく走る。だから、まず、ハイグリップタイヤを履きましょう。まあ、ここまではね、まあ、私の動画をね、いつも見てくださってる方であれば、もうすぐに理解していただけると思いますね。で、とりあえずは、ほんと最小限、最低限、ね。速いとか遅いではなくて、気持ちよく走るのに、絶対必要なパーツっていうのを、何点かつけましたのでね、まず、それをご紹介したいのと、あと今日ご紹介するこのマシンと同じようにする何ですか、その方法といいますか、ちょっとめっちゃ細かいんで申し訳ないですけど、そういったところも興味あればね、とりあえず私今日の動画を見ていただいて、私と同じようなね状態にしていただければ、サーキットでこのくらいのパフォーマンスを見せる走りになりますよっていうのをですね、ちょっとね解説していきたいと思いますね。じゃあまずですね、これに入れたオプションパーツ何点かありますのでご紹介したいと思います。まあ、とりあえずタイヤですね。タイヤはちょっとその日の状況によって変わるんですけど、今、最終的に今の季節、うちの路面で
最終的にあったのはタミヤさんの 60D の B タイヤ、これが合いましたね。でこれに関してもね、タイヤのことに関してはまた後でご説明します。でハイグリップタイヤをつけたことによって、まあ、当然、なんでしょう、ノーマルのフリクションダンパー、減衰のないショックではですね、まあ、動きが速すぎたり唐突すぎたりですね、こうスムーズな動きっていうのをね、なんかできないので、当然オイルダンパーは絶対必須になりますね。なので CVA ダンパー、この CVA ダンパーは TT02 のCVA ダンパーセットっていうのが あるんですよ。 ご存知ですか。それをチョイスしました。使っているバネもバッチリでしたね。それをそのままチョイスしてあります。ショックに関してはかなりいろいろやってますので後で解説いたしますね。そしてですね、まあ、これはどうでしょう、あのもう、まあ、ないとダメというか、もうどうせ買えるし絶対必要なんでね、走行させるには、アルミ六角ハブ、今回シルバーの6ミリタイプをつけました。そしてこれも絶対必須アイテムですね、サーボセーバー、ハイトルクサーボセーバーをつけました。まあ、これもハイグリップタイヤで、サーキットをねスイスイ走らせるには絶対に必須なアイテムとなります。あとですね、何でしょう、その必要というかないとダメだったんでこれちょっとあれだけど言っちゃいますわ。これですね、もう正直設計ミスかなっていうあの欠点がありまして、それがですね、今ここにロアアームってね見えると思いますね。そしてナックルアームっていうものでね、こうハンドルをこう稼働させる機構がついてるんですけど、ここにサスボールっていうのを使いますね。これをオプションのスチール製、アルミかなまあなんせその金属製のボールが出ています。それに変えました。これ変えないとこれ走れません。これあのですね、これ標準のがすごい緩くてですね、なんかもう下手するともうちょっとまっすぐ走ってるだけでポロッと外れるぐらい、まあ、ちょっとね、まあ、特にハイグリップタイヤ入ったからなのかなと思うんですけどね、まあなんせ持たないですね。サーキットレベルのグリップ感とか、あとそれに伴う競技タイヤなんかを履いちゃうと、この玉をですね抽選にしないとちょっともう走行ができないのでこれは絶対に必須です。はい。それをつけたらね、外れなくなりました。で、あとちょっと細かいんですけど、ステアリングのワイパーのこのアジャスターってわかります?この子ね、ターンバックルね。この子がですね、あの、標準のものだと、もうそこもすぐ、もうすぐ外れちゃいます。なので、やっぱり、ね、ハイグリップタイヤ履いて、それなりに G かかって、ハイトロックサーボセーバーをつけてってなってくると、まあ、これもですね、ちょっとした衝撃、ちょっとね、遠赤がちょっとかすめたとかね、ちょっとなんか乗り上げたとか、軽くヒットした。それで、このステアリングのアジャスターですね。これがもう、標準のものだとすぐ外れてしまって、もう、なんだろう、テストにもならなかったので、オプションのですね、なんだこれ、これはですね、OP、オープンタイプ5ミリ強化アジャスターってですね、これつけました。これ、今ちょっとね、無加工でつけてるんですけど、もしかするとちょっと加工した方がいいか、これジャストかぐらいでしたね。今、リアクの段階ではですね。はい。まあ、本当はね、あのボールデフなんか入れたりするともっとね、その速くなると思うんですけど、まあ今そんな段階ではないので、はい、あ、ごめんなさい、もう一個入れました。この TT02 のですね、CVA ダンパーセットについてくるシャフトがですね、ちょっとやっぱ MB01 には長すぎたので、これですね、TT02SRX に標準でついてくるタミヤカスタマーのですね、2mm ショートのショックシャフトっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっと後でここに出させてくださいね。はい。それも入ってます。それで全部かな。はい。それがね、シェイクダウンの時にも言ってました。ベアリングが最初から入っていますっていう状況で、あとは何も入れてないですね。じゃあ、この状況でどこまで走るようになったのでしょうか。でもね、その前に私の超マニアックなセッティングとこ詰め方、ああ、これをちょっと見ていただかないとね、走りを見せるわけにはいきませんので、ぜひちょっとね、聞いてください。はい、それではですね、施した状況というのはちょっとね、もうお伝えして、なるべく、私にしてはなるべく正確に、そうお伝えしたいなと思いますね。じゃあ、まず調整したのはですね、車高と、この等角なんですけど、等角っていうのはね、はい、等角です。等角はですね、これなるべく今分かりやすいようにお伝えしますね。こちらがフロントになるんですけど、
このフロントのアジャスターですね、先ほどご紹介したこのオープンタイプ強化アジャスター、これですね、これに変えていただいて目いっぱい締め込むと、左右とも、そうするとフロントの頭角が結構ですね、標準状態トーアウトが強めなんですね、リアクで考えると。なので、ちょっと曲がり込みを強くしていくのに、この車、とにかくね、直進安定性がちょっとリアックとは思えないぐらいですね、高いんで、フロントの頭角をね、どんどん、トーアウトからですね、こういう風にしてったんですよね。そしたら結構なところまで、これちょっとね、カメラ歪むんでお伝えできないと思うんですけど、私の目視だとですね、トーアウトのこちら角度がね、1.5 度ぐらい。1度から 1.5 度ぐらいになります。結構浅めのトーアウトになるんですけど、それでもね、全然まっすぐ走れたんで、この方がね、どんどん曲がりやすくなっていくんでね、結果的にこのぐらいにしました。ただちょっと上級においては、もうちょっとですね、トーアウトにしたい状況も出てくるんで、その時はですね、このアジャスターをですね、少し削るか、カットしてですね、もうちょっと詰め込めるようにはしないといけないなと思いましたね。とりあえず今分かりやすいように、全締め込みの状態で、まあ、ある程度ちょうどいいですよっていう。で、これだとちょっとね、フロントが入り込みすぎて難しいとか、ダ残りするとか、切り返しで破綻するっていうことが起きたらですね、おそらくね、このフロントのトーアウトをもうちょっと増やしてあげて、標準近くか、標準よりももうちょっと減らす感じにしてあげると、多くの方がね、操縦しやすくなると思います。腕に自信がある方はですね、このぐらいの頭角で、かなりよく曲がれて、すごく気持ちいいですね。そして、伴ってですね、リアの、リアの頭角を調整しました。で、これね、ちょっとね、リアの頭って割とナーバスなんですよね。なので、この調整適当だと、本当に、例えば他完璧で、この1個のアジャスターだけちょっと1ミリじゃ多かったとかなったらもう全く走れないんで、そのくらいこのリアの頭ってすごく大事なところなんで、まあ、ここはね、繊細に、ナーバスにね、ちょっとやっていただきたいんですけど、リアの頭角、これもね、標準状態だとね、かなり頭インになっているんですよね。で、初心者さんだとそのくらいの方がいいかもしれないですけど、ちょっとね、前後のグリップバランスが悪くなるといいますか、リアだけがね、頑張って張り付こうとして、ちょっと逆にバランスが取れなかったりする動きを見せたので、リアの頭角を減らしましたね。これ、目視で申し訳ないですけど、これね、リアの頭角標準だとね、あれ多分3度以上あった、すごい遠いの状態だったんですけど、これ 1.5 とか1度とか 1.5 とか、そのくらいのあたりが私はちょうど良かったんでね。まあ、ここはちょっと試していただきたいなというところですね。そしてあとですね、この CVA ダンパーにね、かなり、ちょっとね、魂を注いでしまいました。で、ここでね、私はね、発見しましたよ。このタミヤの CVA ダンパーにベストなオイル。これね、まだ漏れてきてないよね。これ組んでからもう3日ぐらい経ちますけど、全然大丈夫な漏れ具合というか、ちょうどいい感じ。で、これがね、中に入っているオーリングはですね、標準のに変えてですね、TRF オーリングの X オーリングってあるんですよね。TRF の X オーリング、青いやつ。それを2枚、何も調整もせずに、とりあえずぶち込みました。バッチリ。おい、最高の CVA ナンパ出来上がったじゃないかよっていうぐらいで。で、しかもこれも、でも、絶対漏れるよなって思ってたら、漏れてこないです。まあ、漏れ具合は一応漏れるんですけど、競技者なら、このぐらいなら OK っていう漏れ方ですね。なので、漏れないです。そうなんですよ。あれこれ、今更いや、これ本当私的にはね、すごい発見をしたなと思って喜んでるんですけど、TRF ダンパーの X オーリングを、CVA ダンパーのね、標準でついてくるものに変えて、2枚スポンと普通に投げ入れてね、組んだだけで、バッチリのスムーズさの漏れない CVA ダンパーが出来上がりました。で、先ほど言った通りですね、ショックシャフトは2ミリ短いものにしています。そして、中に使っているピストンね、1穴、2穴、3穴、1穴、2穴、3穴っていうものが付属してるんですけど、一穴にしました。一穴を選んでですね、CVA ダンパーについてくるこちらのね、400番のオイルを使ったら、まあ、かなりちょうどいいところですね。オイルを、まあ、とりあえず最後でいいかって思えるぐらい、ね、そのオイルの調整ですよね。まあ、当然していくんですけど、まあ、最後でいいかって思っちゃうぐらい、とりあえずかなりいいところ。で、スプリングをですね、まあ、とりあえずスプリングも、まあ、まだ後でいいかと。バランスを取るのにはスプリングは、今考えなくていいよねっていう。この一穴400番、標準スプリング、標準オイル400番で、マジでバッ
チリの硬さになりますね。これぜひちょっとね試していただきたいなと。もし TRF ダンパーなんかで使いたいってなったら、その CVA ダンパーの私が今言った組み方の硬さをイメージして近づけてください。そしてスプリングはですね、この TT02CVA ダンパーセットかな、これについてくるスプリングがもうベストでしたね。ベストというかかなりいいところですね。あと TRF ダンパーシリーズにね、ビッグボアとかショートとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ私推奨としてはやっぱりねノーマルのやつがいいかなと思うんですけど、ノーマルに今手に入らないじゃないですか。ねえ、早く作ってくんないかな。まあ、でもね、CVA ダンパーでマジでとりあえず全然いいですよ。ね、よかったらその私のね、伝えたい動きっていうのを再現していただけると嬉しいんで、TT02CVA ダンパーでぜひね、この組み方でやっていただきたいなと思いましたね。はい。車高か。車高はですね、バッテリーつけますね。あ、そうそう。この MV0 のすごいところね、このバッテリーチェンジね、これね。すごいよ、本当に。マジで感動。やるたびに嬉しい。これ抜くじゃないですか。抜くでしょ。抜いたら、これね、ほら、もうくっついてるんですよ。外れないんですよ。これめっちゃ感動。これで感動するのはね、昔からラジコンをやってる人の証拠ですね。で、車高はですね、私の体感ですと大体ね、これね、前後 4mm ぐらい。うん。結構かなり低くしてあります。っていうのは、まぁ、ちょっとここまでマニアックな話はちょっとね、まあ、ちょっとなるべく控えますけど、タミヤさんの 60D タイヤっていうのでね、基本的にはテストしています。で、このタミヤさんの 60D タイヤっていうのは、これがくせ者でですね。やっぱ、すごくリアリティがあって、グリップ感の高いタイヤではあるんですけど、やっぱね、これスイス走らせるってなってくるとね、どうしてもね、60D タイヤをどう攻略するかってことになってくるんですね。で、とりあえず、その引っかかり感とか力を逃がすのにですね、やっぱり、ね、基本的には車高が低くして足をね、初動をとにかく軽くすぐ動かすような、そんな風なセットアップをしていかないと 60D っていうのはね、なかなかスムーズに走ってくれないので、車高はですね、かなり低くしました。で、この MB01 ですね、おそらく重心もちょっと高めとかですね、もともとかなり倒れ込むようなジオメトロイになっているので、タミグラとかで主流になってくるね、ラジアルのハードタイヤとか、ね、ってなってくると、ラジアルのパターンで角があったりすると、やっぱりね、かなり引っかかって難しいですね。もちろんそれでもね、かなり走れるようになるんですけど、さらなる追求というかね、でそこに B タイヤがあったんで履いてみたら、バッチリということでね、 B タイヤと引っかかりなくね、スルッといきます。あ、めっちゃ大事な超マニアックなの忘れてた。本当ね、これ最後だけど、これがめちゃめちゃ大事です。もうね、これはね、何でしょう、昔ね M03 とかね、しゃぶり尽くした方ならね、当たり前のことなんですけど、フロントのをこれ半分だけちょっとね引き組みにしました。どうしても最終的にですね、こうフロントに G 乗った時にタイヤに力がかかりすぎてですね、リアがインリフトしてこうスパッと抜けるようなね、なんせフロントにかかりすぎる傾向があったんですね。で、外側のフロントタイヤが地面をですね強く押さえつけるのを減らしたいんですよね。で、いろんな方法あるんです。バネを変えるとかね。でもバネだとやっぱり限界があったり、いいとこがなかったりで、いろんなことほら調整もできない。多分おそらくこれスタビライザーもつかないし、いろんなことを考えると、やっぱりね、ショックの組み方とかね、そういうマニアックなところで最後のバランスを取っていくことってなるんですけど、これ MB01 ですね、フロントだけ半分引き組みというね、特殊な組み方にしてあります。まあ、それが最後もめちゃめちゃ効果があって、ビシッと車決まりましたんで、まあ、ちょっと、ね、嬉しそうに私の趣味動画で、ね、走行の方もね、ちょっとお付き合いいただければと思いますね。ボディはもちろんね、そのままフィアットアバルトを使っています。そう、懸念されていたフロントの 60D タイヤを履いてね、これに当たるかどうかですけど、まあ、これちょっとやっぱり、まあ、ギリなんとかいけるかなって感じですね。はい。まあ、ちょっとボディのね、高さとかいろいろいいとこ調整しないといけないんですけど、これ、私カットをしてないですけどね、60のためにカットとか特にせずに、まあ、一応ギリいけるかなっていう感じにはなりましたかね。よし。じゃあ、MB01。まあ、セッティングというよりは、まあ、とにかく最低限のサーキット用オプションでバランスを取った状態ですね。まあ、セッティングっていうのは今の私がお見せする状態からさらにね、詰めていくことをセッティングと言いますね。このバランス状態を取っていくのは、まあ、
セッティングではないですね、バランスを取ったということでね、まずこのバランスが取れた状態っていうのはね、ぜひお見せしたいなと思います。じゃあ行きましょう。おフェーン現象でね、暑いけどなんかちょっとやっぱり空気感がね、秋っぽくて、ほら気持ちいいっすわ。おーなんか気持ちいい、いや嬉しいな。あーしよしよし、やるやるやる、こんな日のラジコンは最高っすわね。えで、でですね、これ昨日ね、雨降ったんですよ、すごい。今朝方もちょっと降っていたんですよね。なんで路面ちょっとサラサラなんで、ちょっとまずね、でタイヤもこれ B タイヤでかなり温まらないといけないで、ちょっとね最初何周かね、ちょっとタイヤを温め、路面を作るのとタイヤを温めるのをちょっとやりますね。あ、全然全然食わない、サラサラ、路面がサラサラです。もうサラサラだけど、まあ、意外にあ、あらららなんだよ、全然走れねえかと思ったら持つね。これどうした、これすごくないですか、これほら、あのね、ハンドルパカッと切っても、あ、これのねいいところはね、打角が取れないんですよ。その取れないっていうのは物理的に打角が切れないんですね、この MB01 シャーシって。でミニって本当は打角いらないんですよね、打角が必要のないんですけど、その適正な打角、全切りしてもすごく適正なね、これ以上打角いらないなっていうねぐらいの感じはなっているのは、それがねこの MB01、 その何でしょう、まあ、ラジコンマニアの模型屋の親父としてはですね、まあ、かなり素晴らしいな、ありがてえなってね思いましたね。うん、そうですね、今7、8周ぐらい走ったんですけど、あんま変わんないですね、路面がこれ右1台じゃやっぱ苦しいねまあいいさ、まあ、そろそろで、ね、ちょっと走りの方レビューというかねしていこうと思うんですけど、じゃあねちょっとね綺麗に走ってみましょうか一回ね。パワーソースはね、標準のついてきたモーター、標準のピニオン、これにリポバッテリーをつけた状態ですね、54モーターですね、いわゆるね。これ昨日ですね、日曜日でそのタミチャリをこう結構割とガチでやってる人たちがね集まっていたんですけど、その中に混じってテストをしていたんですね。おお、なんかうるせえな、うるさいぞ止まるの待つかいいか。でですね、でその中で混じってねテストしていたんですけど、あのね全然遊べるというか、一緒に、ま、ちょっとねちょっととか話されてるんだけど、でもね一緒に一応ね遊べるぐらいのねペース出ますこいつこの状態ですごいでしょ。ちょっと今ね路面がさすがにね、これちょっと湿度もないのと、昨日雨降ったんでちょっとね路面がこれ昨日だいぶ違うな。ここまで路面軽いと普通の ラジアルタイヤのハード 60D のね、あれは良かったかもしれないですね。まあ、ちょっと帰るのめんどくさい、このまま行きますけど、まあまあでもね、それでもねほらすごいスムーズに走ってるの分かりますか、ね、スライドしながらでも前に出る。まずねそもそもねゴムタイヤのリアクでね、ここまでねあれ調整だけで最低限のね、こんな走れるなんてすごいでしょ。でねロールがすごいよこれ、ほらほらほら、あほらって分かんない、あとでちょっとね下でお見せしたいと思うんですけど、最近のタミヤの車はねやっぱロールがすごいね、ロール感を持ってバランスを取ってるっていうのはねすごいいいですよね。でこれ今ねちょっと欲張っちゃうとリアがね標準のノーマルの、アンチウェアかなんかでちょっと重くしたギアデフなんですけど、確かねこれねやっぱボールデフをつけると、こう下手したらベストラップ1周コンマ5秒ぐらい上がっちゃうぐらい一気に良くなると思いますね。まあ今はねちょっと最低限のことでやったんですけども、まあギアデフでもちょっと重めのやつ入れてあげるか、まあ理想はやっぱねボールデフなんかをこれつけてあげるとね、かなりもっとグイグイ走れるだろうなと思いましたね。じゃあねちょっとロール感っていうのをねお見せしたいと思うんで、お見せしますよ。ほらほらすごいでしょこれ、ほらほら、これねあのオイルダンプ入って減衰が今400番で、先ほど1穴ピストンで、まあ、かなりいい感じなんですけど、
これ人によってはね、もちろん、500番とかぐらいがねちょうどいいと思いますし、まあ、これはね今後詰めていくことですね。とりあえずやっぱりこのくらい足を動かしてなんぼに設計されているんでね、やはりねこのロール感が損なわないようなセッティングっていうのをねぜひねしていただきたいと思いますね。ほらほらほら。これかっこいいわ。あの迫ってくる感じね。いや最近のタミヤさんのまずロール感を大切にしてるの、やっぱこう実写感っていうのをこう出していきたいんでしょうねっていうのはすごい伝わりますよね、やっぱりね。まあ、あくまで模型っていうのはね、その実写とかそれのスケールダウンを楽しむってことになるんで、動きなんかもねやっぱそれに準じた方がね絶対気持ちいいですよね。ねえ、かわいいでしょ俺。はい、いかがでしたか。よく走るでしょ。ね、よく走るんですよ。冒頭言った通りね、本当にねサーキットを競技ライクに走るのに本当に最低限のオプションだけを入れてますね。あのユニバーサルシャフトすら、ね、入れていない。リアのデフもですね、この見てください、この標準のこのこのギアデフの軽い状態でゴムタイヤでリアクでこんなに走れてしまうのか、すごい車でしょ。そうなんですよね。今回ねいろいろ調整してて思ったんですけど、やっぱり基本的にミニっていうのはですね、調整箇所が少ないところがいいところなんですけど、で昔の M03 とか M05 と違ってですね、このバンプ関係、バンプっていうのはね、このなんだろ、サスがストロークした時に頭角を変化するやつなんですけど、この辺の調整っていうのがすごく適正になされているので、本当にこうちょっとした頭角の調整とかですね、車高のバランスとかですね、オイル、そういったショックの組み方、そういったバランスの取り方でですね、リアクでゴムタイヤでこんなによく走ってしまう、すごいでしょ。これマジすごいですよね。で本当はねこの時点でね、もうボールデフとかねぶっ込みたいところなんですけど、まあとりあえず一旦これはこれで、このぐらいのオプションの状態で次回ですね FF にしてですね、で調整をした上でどんな調整をしたら FF こんな走りになりましたみたいなね、それをぜひお見せしたいなと。でそして最後には冒頭に言ったね、まあ私が入れたいだけのオプションを入れてですねまあこの MB0 をねこう めでてるをめでるマシンとしてで、ね、最後こう完成させたいなと思っていますので、ね、じゃあまあとりあえずはね、次回の FF バージョン、そして最終バージョンということでね、あと動画に3本この MB01 にねぜひお付き合いいただければと思います。今日もね長々とありがとうございました。今日の動画ですね良かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオカーですね、ウェブショップもやってございます。こちらの MB01 もですね今好評発売中となっております。あと SNS ですね、 X、 インスタ、 Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。